こんにちは、アドプローです。今回はですね、木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス、まあ、ジャパンオープンですね、観戦をしてきましたので、まあ、その感想とか、まあ、実際に見てみてどんな風に、感じた、何が面白かったのかみたいなところ、動画でお話をしていきたいなと思います。まあ、昨年まで楽天オープンという名称だったんですが、今年から木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップスという風に名称というか、まあ、スポンサーが変わりまして、その大会の本戦の1日目と2日目、まあ、合計2日間ですね、観戦をしてきました。まあ、グランドスラムがあって ATP1000 があって、そこに次ぐ、まあ、ATP500 の大会が、まあ、日本で行われて、しかも車で行けちゃう距離の会場というところだったので、まあ、これはね、行かない手はないということで今年も、行ってきました。ちなみに僕自身なんですけれども、まあ、テニス20年ぐらいやってますが、実はあんまりそんなにこう観戦の熱が、強いというか高いタイプではなく、過去に観戦した大会で言うと、2006年の全日本の確か男子の決勝、2011年の全日本、この時は、トレーナーのちょっと研修みたいなのも兼ねて、はい、見てきました。で、そして2014年の全豪オープン、同じ2014年の、ジャパンオープン、この時はもう楽天オープンだったかなと思います。そして昨年の、楽天オープンというところ、そして今回行ってきましたという感じで、まあ、そんなにね、あのめちゃめちゃ、感染してるわけじゃないんですけれども、はい、まあ、実際ね、普段テニスをしながら時々こうやって観戦プロを、見て楽しんでるというような、そんな人間でございます。で、そんな僕からしてもですね、まあ、昨年楽天オープン全く同じ、本戦の1日目2日目、を観戦していて、その時は正直なんかちょっとこう ATP500 というグレードにしては、まあ、しょぼいというか寂しい大会だなって、思うところがありました。まあ、そういう背景にはですね、有名な選手が、まあ、大きな見どころを作れないまま一こけをする、去年で言うとそのデミノとかルードとか負けましたし、はい、あのしかもその負け方もギリギリ負けるとかじゃなくて、普通にストレートで、しかも特に あっさり負けたみたいな感じでしたんで、はい、ちょっとね、こうあれって肩透かし食らったような感じでした。で、昨年は、5試合見ましたけれども、フルセットはゼロで、しかも、去年の問題点としては、練習コートをね、公開じゃなかったんですよね。非公開で、見ることもできないし、選手からなんかこう近い距離で、見たりとか感じたりとかっていうのもできなかったので、多分それもあってすごく寂しいなという感じのした大会だったんですけれども、今年の大会一転してですね、初戦からすごく豪華な、対戦カードが組まれていまして、まあ、正直選手からしてみればね、それはたまったものじゃないなとは思うんですが、もう初日も十分なその試合数があるし、その、そして練習コートも公開されていて、まあ、常にこう選手が何かしらで見れて、こう興奮、大満足の大会に今年はなりましたという、そんな感じの大会です。で、今年の観戦記、そして昨年の観戦記およびその不満点を書き綴った記事などは、概要欄の方にまとめてありますので、そちらも合わせてチェックしていただければなと思います。この動画に関しては、まあ、今年見て感じたことを、感想をね、フレッシュなうちに、ちょっとこう動画っていう形で備忘録的にまとめておこうかなっていうのが一つと、まあ、ぜひ見に行った人がいらっしゃれば一緒にこう感想をね、シェアして楽しみたいなという、そんな内容になっておりますので、まあ、ゆるく見ていただければなと思います。それではまず1日目のお話いきたいなと思います。ちょっと噛んじゃいました。1日目のお話いきたいなと思います。まあ、1日目ハイライトとしてはですね、噂の黒い幕を見てきたっていうことと、もう一つは金メダリストの一こけだったんじゃないかなと思います。まあ、僕ジャパンオープン1年ぶり、まあ、当たり前ですけどね、1年ぶりで、行きまして、まあ、昨年がちょっとね寂しいっていう感じだったので、まあ、今年どうなんだろうって正直ね思うところもありましたが、非常に良かったですというところなんですけれども、それの大きな要素の一つがやっぱり練習コート見れるっていうところだったかなと思いますね。で、初日11時頃に行きまして、まあ、1試合目やってたのが、
マクドナルド、マッキーと、パーセルの試合でしたので、まあそんなにね、序盤から見なくてもいいだろうというところで、練習こと行きましたんで、そしたらまあ、ツイッターとかでかなり話題になっていた練習コートのね、黒い幕ですね。はい。まあ、透けて見えなくはないんですけれども、まあやっぱり選手がね、どういう感じの、どういう表情で、どういうスイングをしていてっていうのは見れなくて、しかもそれがあるのが、まあ、コートのというか、コートとコートの間、中央通路のところにこの黒い幕っていうのが、バーッと貼られていて、コートサイドに少しこう、幕がない部分があって、で、そこから、みんな観戦しているっていうような感じだったんですよね。で、当たり前ですけど、人がかなり密集していたという感じで、まあ不満に感じるのもね、これは当然かなと思います。はい。で、一面だけその、コートサイドに椅子が設置されてて、ゆっくり見学できるっていうところもありました。で、僕が行ったタイミングでは、ドレイパーだったりとか日本人選手だったりとかが、練習はしてましたけれども、せっかく座れるところがあるんだったらね、それこそまあ後になって、見れるんですけれども、ルードとティアフォーがやってたりとかっていうタイミングもあったので、そういう、練習カードをそこに入れたらよかったんじゃないかなみたいには思ったんですけれどもね。はい。で、そんな感じで、朝一練習コート行ったら、セルンドロのお兄ちゃんがいたりとか、シュワルツマンとかエチェベリーとかが、練習してましたね。はい。で、まあ最初にも言った通り、この練習コート見るっていうのが意外なほど大きな楽しみになってまして、で、昨年はこれが全くのゼロだったと思うと、しかもね、対戦カードも少ないってなったら、何を見に来たんだろうこの大会みたいな感じに、思うのもまあ仕方ない部分だったんだなというふうに改めて実感をしましたね。はい。で、聞くところによると、その後一部のこの黒いマークっていうのは外されることになったらしいです。まあそもそもついてた理由が、まあ、選手がボールの視認性がうんぬんっていうのがあって見やすくなるようにということだったらしいんですけど、ちょっとどうなのとは思いましたね。はい。はい。で、そんなわけでですね、最初は練習コートに行って、少し選手を眺めてから、マクドナルド、マッキーとパーセルの試合に行きました。まあ、コロシアムの試合ですね。で、僕座ってた席が G ブロックの、2段目の2列目ぐらいだったかなという感じで、まあコートの斜め後ろだったんですけれども、まあ、非常に良かったですね。2日間観戦して直射日光にさらされるっていうこともなく、しかも出入り口すぐ近くだったので、頑張ればそのチェンジエンドの間でトイレに行って帰ってこれるというのがあって、これが後々になって、まあ先に言っちゃうと、シェルトンとダニエル太郎選手の試合がめっちゃ熱戦で、いやこれ1ゲームも見逃したくない、でもトイレには行きたいっていう時に、すごく助かりましたというような感じでしたね。まあ来年も同じようなポジションを狙えたら狙いたいなと思います。はい。で、まあ、このマッキーとパーセルの試合なんですけど、マッキーっていうとね、まあ、ツイッターでも話題になってましたけど、対戦相手をね、おぶって、ベンチまで、運んであげたりとかっていう感じで、人の良さ、前回。で、プレイスタイルもちょっとこう、錦織選手に似た部分があったりとか、まあ、フィジカルというか、ボディフレームのサイズも似ていて、まあ、いろいろ共通点が言われる選手なのかなと思います。で、もう一人がそのパーセルなんですけれども、まあ、数少ないダンロップの契約選手。で、前後の決勝、ダブルスの決勝も経験しているので、まあ、ボレーとかね、サーブとか、まあ、そこからの展開力とかっていうのがどうなんだろう、ちょっと興味あるなという感じでした。まあ、顔立ちのこと言うのはあれなんですけど、こう親近感が湧くような感じの優しい感じの雰囲気のマッキーと、なんかブロンドヘアがすごくこう、なんか俳優って言われてもなんかこうね、違和感ない感じのパーセルっていうところで、そこも、対照的だなと思いましたね。はい。で、試合に関しては、まあ、正直地味な感じだったかなとは思いますね。もちろんプロなんですごいショット打ってるなと思うんですけれども、割とこう堅実なプレイヤー同士の戦いというところで、まあやっぱりそのマッキーの堅実で、まあシャープなショット、
で、そこに対して、ある程度ボレーを織り交ぜながら、まあ、スキルとか使いながら戦っていくパーセルっていうような感じでしたね。で、ラケットもまあブレードと FX500 というところでかなり対照的かなと思います。まあ、この FX500 多分皆さんもね、感じていると思うんですけど、全然形状違うじゃんというところですね。これはまあ、他のダンロップユーザーにも言えちゃうところはあるかなと思う。多分ドレイパーも一緒なやつなんじゃないかなと思うんですが、多分スリクソン時代のやつのペイントジョブですね。はい、あんまり大きな声で言わない方がいいのかなと思うんですが、はい。で、まあ、そんな感じで試合途中まで見まして、また練習コートに行きましたと。で、なんでかっていうとですね、まあ、お目当ての選手の一人にダニエル・アルトマイヤーがいまして、ただ僕デイセッションのチケットだったんですけれども、アルトマイヤーナイトセッションだったんですよね。なので、まあ、どっかのタイミングで練習コートには来てくれるだろうというのもあって、ちょっとねマッキーとパーセルの試合途中だったんですけれども、コート行ってみたら、ドンピシャでアルトマイヤーが練習してるタイミングにどうにかね、まあ、ギリギリ間に合いまして、はい、まあ、この大会正直片手打ちの選手今年かなり少なかったんじゃないかなと思うんですよね。アルトマイヤーとあと誰がいたんだろう、ちょっと探さないと分かんないレベルだと思うんですよね。はい、で、まあね、本当に、まあ、ナイトセッションのチケットないんで、アルトマイヤー1回でも見れたら嬉しいなと思ってたんですけれども、まあ、どうにかね、練習終わりに、サインしてる列の後ろに並んでしれっとね、一緒にセルフィーを撮ってもらうこともできましたので、はい、詳しくはツイッターとか見ていただければなと思うんですが、まあ、めっちゃね嬉しかったですね。はい、まあ、足早に去っていってしまいましたけれども、一応ね頑張ってねみたいなのを言えたんで、まあ良かったかなという感じでした。はい、で次に、またコロシアム戻って第2試合だったんですけれども、ズベレフと、ジョーダン・トンプソンでしたね。まあ金メダリストのズベレフ東京に帰ってきましたよというところでしたが、まあ最終的にトンプソンがストレートで勝ちましたというところで、まあこの試合を見た感想としては、正直ズベレフはショットはまあやっぱりね一球一球はすごいんですけれど、結局なんか主体的に何かすることはなく、そのまま負けたなっていう感じでしたね。はい、でトンプソンは逆にめっちゃ良かったと思います。ショットの強さだけじゃなくて、その特にバックハンドのスライスの使い方、一番6試合ぐらい見ましたけれども、一番スライスをうまく使ってたのはこのトンプソンだったなという感じでしたね。はい、でその試合の中で見てると、そのトンプソンが意図的にこうスライスを使っていて、まずはそのゆっくりなんだけど深く伸びるようなスライスで、ズベレフがこう高い打点から強打するっていうのをこう封じつつ、例えばループ系で打ってくればそこをフォアで、強打したりとかっていう展開に持ち込んだりとか、あとすごくこう印象的だったのは、もう意図的に低く短いスライスっていうのをバックハンド側に落として、ズベレフを前におびき出したりとか、逆にまあネット来なくてもね、ちょっとこう戻る動きを入れてポジション悪くさせたりとかっていう感じで、簡単にこう後方での打ち合い、単調な打ち合いはさせないよっていうのがすごく見えたし、それがかなり効いてたと思います。で、じゃあそれに対してズベレフはどうしたのかっていうと、正直終始ほとんど何にもしなかったと思います。ただ打ってたっていう感じ。いや、もちろんね、なんかやってたんだとは思うんですけど、見てる分にはなんか、ひたすらこう、あ、スライス来た、返そう、あ、前に来た、あ、打って前でよみたいな感じで、それに対して何かこう自分から主体的に何か変えたりとかっていうのはなかったかなと思いますね。なのでこう意図のあるショットでこう展開していったトンプソンに対して、なんか強打はしてるんだけど基本受けだったズベレフっていうところで、まあこれがやっぱり試合の結果をね、明暗分けたところになったのかなと思いますし、まあ金メダリストが東京帰ってきて、そしてまあもちろん大会のね目玉選手の一人だったズベレフなんですけれども、早速一こけしてしまうという、そんな感じでした。はい、でこの日、まあ、途中で、帰ってしまいましたが、もう一試合見たのがアリアシムと、ブキッチですね。で、まあ、この試合も正直ちょっとね地味な感じでしたが、はい、まあアリアシムね、もう本当に
初期の頃から注目していて、グランドスラム取れるだろうと思っていたんですが、まあ、なかなかねポテンシャルはすごいのに優勝ができない、ツアーでもなかなか勝てないみたいな印象というかイメージが定着しつつ、あった、まあ、選手の一人になってしまった感もあるんですが、まあ、それでもね、最近はタイトル増やしてきているのでどうかなと思ったんですが、まあ、途中で帰っちゃったんであれなんですが、フルセットになってたっぽいですね。はい。でブキッチは正直名前ぐらいしか、まあ、っていうか今年に入ってちょくちょく名前を見かけるようになった印象でした。はい。でボール自体はすごくこう強いボールが飛び交う試合だったかなと思うんですけれども、ただやっぱり地味だなと思いますね。特にその1試合前にトンプソンがすごくこうスライスでいろんな展開を作ってるのを見た後に見ると、あれなんかすごく地味というか、もうスライスもあんまり打たないし、うん、なんかね打ち合ってるなって感じでしたね。で一番印象に残ったのはそのブキッチのバックハンドのテイクバック、ハイライトの動画とか見ていただければわかるかなと思うんですが、めちゃめちゃねテイクバックちっちゃいんですよ。あ、よくこのテイクバックで打てるなみたいなのは、すごく思いましたね。はい。で、まあ、初日終わってですね、まあ昨年に比べるとお客さん結構入っているように見えました。まあ、やっぱり練習コートも、見れるっていうのもあるし、コロシアムのチケットに関しても多分、ドローが去年よりも断然豪華ですし、うん、それもあって、人が入ってるっていう部分もあったんじゃないかなと思います。はい。そんな感じでしたね。そして2日目話を移していきたいなと思います。まあ昨年もそうなんですが、やっぱり2日目、ドローがね、多く、そして、豪華な日っていう印象があるんですが、今年もね、すごく激アツなカードが多い1日だったかなと思います。はい。まあ、この日ね、本当だったらジャパンオープン見てからテニスして帰ろうかなと思ってたんですが、3試合目にシェルトンとダニエル太郎の試合が入っているというところで、これは最後まで見ないと帰れないよねということを思って、朝一でテニスをしてから会場入りをしました。はい。その日に撮影した動画公開してますんで、そちらも、まあ、見ていただければなと思うんですが、はい。1試合目、デミネを噛みました。デミノとジャック・ドレイパーですね。これはもうまあ、正直見逃してもいいと思って朝一試合をして、試合じゃないや、テニスをしてから行ったんですが、行ってみた第2セットの途中という感じで、結局1セット半ぐらい、重要なところはかなり見ることができました。はい。まあ、デミノ、昨年も感染しまして、まあ、クォン・スンにあっさり負けてたかな、確か。はい。だもんで、まあ、今年もどうなんだろうというところ。しかも、ドレイパーに先行されてたんで、ああ、今年もね、デミノあっさり消えるかと思ってたら、まあ、最終的に、ファイナルのタイブレークでデミノがこの試合は勝つんですけれども、でも、見てて印象に残ったとか、まあ、応援したくなったのは断然、ドレイパーでしたね。はい。もう本当にセカンドも、まあ、もう、ここ取ればね、もうマッチポイントいけるだろうぐらいのところまで行ったんですけど、ちょっと、フィジカルのコンディションがどんどん悪くなっていって、決めきれず、フルセットになってしまって、で、もう本当に最後の方は、ポイントごとに薄くまったりとか、タオル置いてある台にもうもたれかかったりとかっていう、そんな感じで、本当に苦しそうなところで、でもそれでも、まあ、こう強打を織り交ぜてどうにかね、ショートポイントで点を取ろうとしていて、まあ、すごく応援したくなりましたね。で一方のデミノに関しては、まあ昨年はねめっちゃミスばっかりだなみたいな感じだったんですけど、今年はもうその終始フラットなボールっていうのをクリーンに当て続けて、あ、調子いいのかなみたいな感じはしました。もう昨年より断然しつこかったと思います。ミスしないし、まあ、もちろんもともとすごく走る選手だしというところでしたね。はい。でまあ動けない中でもサーブ力と、強打でなんとかね、タイブレークにドレイパーも持ち込んだんですけれども、まあ最後押し切られてしまったというような感じでしたね。で会場の雰囲気、デミノ戦はそうなんですけど、なんか女性ファン多いなっていう、歓声も明らかに女性だしなっていうところでしたね。ただなんだろう、デミノがミスするとすごいため息が他の試合よりも大きく聞こえるのでなんか
かなんでだろうなって、それ相手のプレーが良かっただけなんじゃないのみたいなところでため息が聞こえてきたりする時もあったりして、まあね、どうなのって思いましたし、あとはドレイパーこううずくまって動けなくなってるのに対してなんかこう笑ってる人いたんですよね。不思議なんですけど、はははみたいな、いやいやそれ違うでしょと、あちょっとイラッとした瞬間でもありましたけどね。まあ、そういうのもあってちょっとね、まあ昨年今年とデミノを見ましたけれども、まあもし来年デミノがねまた来てくれたとしてもその試合はパスするかなと思いますね。はい、あなんか、うん、楽しくねえなって思いました。はい、っていうそんな感じでしたね。まあ別にデミノが嫌いとかじゃないんですけど、なんか観戦する空気がちょっと僕好みではないなというところもありました。でドレイパーはもう本当に、ね、来年いいコンディションでね、普通に本戦ストレートインとかで頑張ってほしいなと思ってる感じです。はい、そして第2試合なんですが、フリッツとノリーの、戦いでしたね。まあ第1シードのフリッツ、だったんですけど、まあ印象に残ったのはノリーの方でしたね。もう本当に動きとかね、フォームとか、あと所作って言ったらいいんですかね、独特でしたね。はい。まあ最終的にフリッツがストレートで勝利するんですけれども、まあこの試合に関して言うと、お互いドロー運悪すぎたよなと思いますね。はい。まあ、でフリッツ第1シードで、でノリーなんて、まあ、シードついてないですけどランキング高いですからね。ツイッターで言ってる人いたんですけども、確かにって思ったのが第1シード VS 実質第9シードっていう話になっていて、まあ、そらないよなっていう感じでしたよね。はい、もう本当にランダムに相手が決まるっていうところで、まあ、仕方ない部分もあるんでしょうけど、ね、こんな目玉選手同士を1回戦で当ててどうすんのみたいな感じはしましたね。はい、まあ、観戦する側としてはね、その2日目にしてこのカードが見れるっていうのはまあ嬉しいんですけど、複雑な心境でもありますね。はい、ね、まあフォーム的にはノーリーがすごく個性的で、なんかこうバックハンドはもちろんなんですけど、腕を伸ばして体からラケットをすごくこう遠い位置にセットするみたいな動作がすごく多いなと思いました。でしかもね、結構ねなんか打つ選手だなっていうのを感じましたね。はい、もうズバンとスピン効いてるショット、特にフォアはねスピン効いたショット打ってんなっていう感じでした。で一方のフリッツは動きも軽快だし、なんかこう軽やかにすっごい速いショット打ってるっていう感じでしたね。なのでノリーとはなんかある意味で逆な感じでしたね。で体も分厚い分厚い塊感のあるのがノリーで、なんかこうまあ肩幅があってちょっとこうまあ、薄いわけじゃないんですけど平べったい感じがするのがフリッツだなっていう感じでしたね。で先にノリが、ブレイクしてリードしていたんですけれども、ご飯食ってる間に気づいたら、フリッツが逆転でファーストセット取って、その後もあっさり、勝利までこぎつけるっていう感じでしたね。ノリも別に調子悪いわけじゃないと思うんですけど、多分やっぱり早いと言われてるこのサーフェスとの相性が、まあ、フリッツの方がねやっぱ良かったんじゃないかなと思いますね。スイングのその小ささとかボールスピードとか相性がねちょっと、うん、良くなかったし、ドロー運がお互いあまり良くなかったのかなと思いますね。まあフリッツはその次の試合で、次の試合だと思うんですけど、望月選手にギリギリで、負けてしまったりとかっていうところで、まあなかなかね、すごい大会になってるなという感じでした。でそして、2日目最後に見たのがシェルトンとダニエル太郎の試合ですね。もうこれ最高に盛り上がったなと思いますね。まあ今大会、だけじゃなくて、なんなら今の ATP で一番注目度の高い若手誰だってなったら、多分シェルトン上げる人が大半なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そのぐらいこうすごいサーブ力と、パワーで、ランキングをクイクイ上げてると、本当に海外ね転戦するの初めてなんかお前みたいな強さだと思うんですが、はい、まあ、そこに、予選から勝ち上がったダニエル選手がぶつかるという感じでしたね。まあ、最終的にファイナルのタイブレイクでシェルトンが勝利するんですけれども、まあ会場の盛り上がりもねかなりすごかったと思います。まあね、盛り上がりで言うと結局その後望月
もうにゃにゃにゃ望月選手のね活躍によってちょっとね塗り替えられちゃったところはあると思うんですけれども、それでもこの試合フラットに見てその日本人だからとかじゃなく普通に試合として面白かったなと思いますね。ファイナルタイブレークですからね。はい、ね、あの、本当に見てても手に汗握るっていうのはこのことかなと思いますし、まあ、最初にも言った通り、まあ、僕そんなにめちゃめちゃ観戦歴があるわけじゃないですけれども、とはいえ今まで見た試合の中では一番面白かった、一番楽しかったかなと思いますね。はい、まあとにかく、まあ、ダニエル太郎選手の立場で言うと初戦シェルトンかよとは思いましたけれども、はい、まあ、やっぱり、ね、サーブめちゃめちゃすごかったですね。まあ、まずレフティーだっていうのもありますし、でフィジカルを使ったビッグサーバーっていう感じでしたね。もうひねり屈曲でそこからの戻し、そして打ち合った後のそのバランスダイナミックさっていうところが、まあ、現状の ATP でもトップクラスかなという感じですね。いいゾーン、いいゾーンでしたね。はい、まあ、とにかくフィジカルを最大限使ったサーブっていう感じでした。ただ、まあ、ファーストセットは正直あのサーブの入り良くなかったし、ダブホとか、アンフォースエラーとかも多かったので、そういうミスが出てダニエル選手が、まあ、ファーストセットをね先取したっていう感じでした。で、まあ、この試合印象的だったのがもう本当にダニエル選手はシェルトンにエースっていうのをほとんど取らせてなかった。確かスタッツ見たら、シェルトンが5本でダニエル選手が6本で、まあ1本上回ってたんですよね。シェルトンを、ね、3セット戦って5本しかサブエース取られないって快挙なんじゃないですかね。っていうぐらいもうとにかくね、まあ、ブロックリターンだったりとかバックの両手で飛びつきながら、真上にラケット振り上げるようにして返したりとかっていうところでかなり返球率高かった、その相手のビッグサーブに対してかなり、返してたと思いますし、それがシェルトンのミスを引き出してたなと思いますね。はい、ただそのまま終わらなかったなっていうのがシェルトンもあの第2セットに入って意図的にペース落としてるし、サーブもスピン系スライスとか、まあ、かなり織り交ぜる無理にスピードでいかなくなったなっていう感じでしたね。まあ、正直あのこの日 のスピードが多分ね仕事してなくて、あの第2セットの中盤ぐらいまでマジでずっと180キロぐらいしか表示されなくて、絶対嘘やろって言いながらね、あの友達と観戦してたんですけど、第3セットに入っていきなり210何キロっていうのがコンスタントに出るようになって、いやいや絶対狂ってたでしょっていうね、なんかそんなことも思いました。で、まあその回転系を使い始めたシェルトンで、ストローク戦になってもバックのスライスとか、かなり入れるようになりましたね。はい、で一方のダニエル選手は、まあ、基本スピンですね。はい、まあ、サーブはもちろんあの打てるだけ打てる芯ではかなり強く打ってましたし、ストロークも、スピンでしっかり返す、ね、で多分もう片手で手伸ばさないと届かないよっていうショット以外はほぼトップスピンだったんじゃないかなと思います。あ、そんなにスライス使わないんだと思いながら見てましたね。で第2セットもね一瞬リードする場面とか、まあ、あと一つ取れればみたいなシーンもあって、でまあ、そこが取れてればね、まあ、試合の結果違ってたかもしれないし、優勝してた選手、まあ、まだね分かんないですけど、これを収録している時点では優勝する選手も違ったんじゃないかなっていうぐらいの一戦だったと思います。で、まあ、さっき言ったデミノ戦とは違ってため息はもうほとんど聞こえてこなかったですね。というのももう本当にね両者のスーパーショットが飛び交うみたいな感じで、あんまりこう変なミスもなく、いい意味で緊張感があって、すごくこういい試合だったな、見に行ってよかったなって思える試合でしたね。まあ、あの本当にダニエル選手勝ってほしかったんですけれども、まあ、シェルトンがね、まあ、いやすごかったっていう感じでしたね。あと、まあ、これはちょっと試合関係ないんですけど、席の斜め後方からですね、カモンダニエルっていうか細い声で応援してる女性と、カモンシェルトンっていうお姉さんとが、お互いにかぶせ合う言い合うみたいなバトルが繰り広げられていて、ちょっとオンコートだけではなくね、観戦
席での戦いもちょっと面白くて、そこも見逃せない戦いだったんですけれども、まあ、最終的にね、あのシェルトンを応援してるお姉さんが喉を壊さずに最後まで声を出し続けて勝ったんじゃないかという、そんな感じでした。はい、まあ、あのいい意味でこうカモンとかね、1回戦からそういう、こう日本の大会では珍しいと思うんですよね。普通の、知り合いじゃない人がちゃんとフラットな、ね、観客がこう声を出して応援するっていう試合はそんなに多くないと思うので、まあ、そういう試合を見れたのはすごく良かったかなと思いました。はい、ということで、まあ、今回ですね、1日目2日目と行ってきました。でまあ、冒頭でも述べた通りなんですが、まあ、昨年をねはるかに超える高い満足度と、あとはまあ感動というのがあったのが今年のジャパンオープンだったかなと思います。まあ、正直その選手からしたら理不尽なドローだったりとかまあちょっとフィジカル的に負担がかかりそうな寒暖差があったりとかというところもあって、結構ハードな、序盤戦だった可能性もあるのかなとは思うんですが、一方で、まあ、そういうギリギリの戦い、緊張感みたいなのは観客側からすると楽しめる要素だったなとも思いますので、はい、個人的にはすごくいい2日間だったなと思います。で、あとは、まあ、やっぱり練習コートが見れるっていうのはすごく良くて、その選手がどういうスイングをしてるのかとか、まあ、どのくらいの体のサイズなのかっていうのを感じれるのってやっぱりすごく魅力だなと思いました。やっぱり試合だけじゃないと思うんですよね。選手を間近で見れるっていうのはもうそれだけで一つの大きなコンテンツなんだなっていうのは改めて感じましたね。はい、そんな感じでした。まあやっぱりこうなんて言うんでしょう、選手と一緒にこうなんかこうドラマみたいなのを一緒にこう共有すると、まあ、その選手のことを好きになるよなって思いますね。で、今回で言うとその限界を迎えても動けないし、心ももう折れそうになるみたいな感じだったドレイパーが頑張ってるのを見ると、そりゃ好きになっちゃうし、まあ、あとはその、まあ、シェルトンにもう本当にアップセット目前まで行って、でもギリギリファイナルタイブレークで敗れてしまって、でその後ダニエル太郎選手の、ツイート見た、まあ、悔しいんだけど、まあ、でも次につながると信じて、まあ、でもやっぱり悔しいという正直なそういうツイート見ると、まあ、やっぱりね応援したくなっちゃうしなというところで、まあ、そういうところ、まあ、ふてくされずにね、まあ、本当に悔しいですと素直に言ってるダニエル選手、もっと好きになったなという感じでしたね。はい、ちなみにもう一人のダニエルも初日に負けてしまったので、まあ、練習コートで見といてよかったなという感じでした。はい、まあ、そんな感じで見てきたんですけど、まあ多分来年もね、行けたら行こうかなと思います。まあ、その運営組織が変わったりしたらしいんですけれども、まあ、それに対してどうなんだみたいなツイートも見かけたりしましたけど、まあ、個人的には楽しめるかどうかはあんまりどうなんでしょうね。運営にそこまで裁量がないというか、いい試合がたくさんあればそれで勝手に盛り上がるっていうもんなんじゃないかなと思いますね。今回で言えば望月選手が活躍していて、でそれは運営とは正直あんまり関係のないところでの盛り上がりだと思いますし、まあ選手が活躍できる場所さえあればもうね、あとはもう勝手にお客さん入ってくるんじゃないかなって個人的には思いますね。はい、であとは本当におまけなんですけど、あのバボラのブースでめっちゃ安くボストンバッグを買えたので、はい、あのようやくこれでイケアのバッグをね卒業できるなというのも一つのハイライトになりました。まあご飯も美味しかったですし、もう本当に試合以外でも楽しめるイベントがある、そんな大会だったかなと思います。来年はぜひ皆さんも観戦してみてはいかがでしょうか。まあ今回の内容に関してはブログの方にまとめてもいますので、写真とか、もっと見たいよっていう方はそちらアクセスしていただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。